さあ、お疲れ様でしたということで、こんにちは、おしてです。さあ、今日はですね、明治安田 J1 リーグの第9節、名古屋グランパス対セレッソ大阪の試合ね、見に、初めてね、トヨタスタジアムにやってきたんですけどもね、結果、1対2のね、今季初黒星ね、苦しい結果となりました。はいね、最初ね、名古屋の三國選手に、決められて、ね、決められたんですけれども、その後ねまたオンゴールでオンゴールでね、なんとか、まあ、同点にしたんですけど、その後ね、誰だかな、ちょっとね忘れてて、長井選手ですね。長井選手にね、ちょっと勝ち越しを許してね、今季初黒星です。いやちょっと、まあでもね、まあここからですよ、本当は。ここからね、しっかりとね、こけない、しっかりとね、連敗しないことが、まあ、すごい大事です。あのね、コールリーダーの浜田さんもね、一応言ってたんですで、言ってたここからというふうにね、最後ね、試合終了後話してたのでね、まあ、本当にね、もうここからこけない、もうとにかくね、まずはもう連敗しないことが大事です。まあ、内容もね、スタッツもね、まあ、結構良かったのでね、それを、ね、もう、まあ、それが、まあ、ポジかな。はい、ね、でもね、もうとにかくもうこけない。はい、ね、あとね、今日ね、雨ね、すごいね、雨ね、本当にね、もうメガネがね、もう曇って、いやーね、本当に、ね、まあ、でもね、まあ、なんとかね、この熱い気持ちは、ね、選手に伝わったんじゃないですか、この雨の中で、はい、まあ、こんな感じです。さてね、次は、得意のね、得意のホーム、マリノス戦です。そしてではね、私の、次はね、セレッソの一番、次、大阪ダービーです。まあね、まあ、次はね、また次週、またね、まあまあ、沼津も含めたらね、来週また花園あるんですけれども、セレッソに関しては次ね、ダービーです。ダービーが現地となっております。はいね、まあ、ちょっとね、まあ、苦しい結果、このね鬼門トヨタスタジアム、まあ、苦しい結果なんですけれどもね、ちゃんとね、そこから前を向いてね、カイト、ね、まあ、前を切り替えて、気持ちをね切り替えて、また、次のね、また、連敗しないようにまた、まあ、進んでね、もうそちらをね迎えていきます。そちらね、森氏社長が言ってた、ね、あれなんですけれどもね、もうそちら、もう12月にはね、もうそちらをしましょうということでね、本日は、明治安田 J1 リーグ第9節、名古屋グランパス対セレッソ大阪の、試合完成動画ね、速報までした。というわけで、ね、もうちょっと時間がねやばいんで、もう京都ねバスで帰ります。失礼でした。